現在世界的に米は作られておるのですが初期稲作の資料が発見されたアジアを中心とする遺跡をここへ示しておりますこの中でも最も古い資料が揚子江の中流域から下流域にかけて見つかっておりますこれが中国南部の今から18000年から1万年ぐらい前の初期の稲作の資料が見つかっている遺跡であり中国南部の揚子江流域の 大変低地帯まあ湿地帯ですね湿地帯の中にこう丘が高まりのところに人が暮らしてその周りの広大なまあ低湿地に稲を栽培しておったというのがそれまでの旧石とととは違う景色として生ままれれたと考えられますその中で有名なものが中国の浙江省というところにありますカボト遺跡という遺跡なのですがまあこの遺跡において木の柱を立てた 床床が地面より高い高いい建物という、これがアジアの東半分において大変こうポピュラーな東南アジアから日本にかけてもポピュラーな建物でありますがそういう建物が稲作とともにこの兜遺跡という中にこう出現をしておるということでございます。